日本海。日本海は、西太平洋の宴会で、日本列島、朝鮮半島、沿海州などに囲まれた海である。ユーラシア大陸とカラフトの間のマミヤ海峡、タタール海峡、カラフトと北海道の間の宗谷海峡で、オホーツク海とつながっており、北海道と本州の間の津軽海峡では、太平洋と九州と津島の間の津島海峡東水道、 津島と韓国の間の津島海峡で、東、シナ海とつながっている。国際水路機関、イホ、インターナショナルハイドラグラフックオーガニゼーションの定義による会場の境界は、北東では、外満州のススチャバ岬とカラフト西岸のトゥック、岬とを結ぶ線、カラフト南端の西の鳥を岬、または、クズネゾワ岬と北海道北端の宗谷岬、または、 のシャップ岬とを結ぶ線、道南の江山岬と青森県の尻屋崎とを結ぶ線、南東では、山口県下関市の紫の花、六連島、北九州市の八幡岬とを結ぶ線、及び南西では、長崎県の野茂崎、福江島の大瀬崎、韓国最終島最南端のプナム崎、全羅南道の玉島、陳島を結ぶ線で囲まれる海域となっており、南西部では、 津島海峡、朝鮮海峡よりも西の五島列島や韓国南部まで含まれている。しかし、一般的には九州北西部、特に長崎県西方や五島列島周辺の海域を日本海と呼ぶことは少なく、環境省や気象庁、長崎県などの資料では、これらの海域を日本海に含まず、東、シナ海の一部とするなどしている。 中国における古称は、クジラ海、警海であった。古代の日本では、北海と呼んでいた。日本初期の水銀天皇二年前年上に、朝鮮半島から来たつぬ嵐人が、アナと長門を出て、カイ路を迷った挙句、北海を回って、出雲国を経て、古市のケヒウラ、現在の敦賀に至ったという話がある。日本海が、初めて見えるのは、イタリア出身の宣教師、 マテオリッチが北京で作ったバンコ国全図で1602年に刊行された。日本では1802年、今日は2年に蘭学者山村才介が低製造薬ラン遺言で初めて用いた。そしてロシア海軍のクルーゼンシテルン督、千1770から1846の著書世界就航期が続く。英語ではシ of Japan または j a p a n ー。s e ラテン語では、マレイヤポーニカム、マレイヤポーニクム。フランス語では、メールディーユージャポン。ドイツ語では、ジャパニシャスミア。ロシア語では、であり、いずれも、日本海を意味する。現在、国連及び国際的な海図の大半は、日本海、もしくはその訳語という表記を使用しており、国際的にこれが、一般的である。海図上の名称の基準になっている、国際水路機関。 イホの太陽と海の境界、1953年においても、ジャパンシーの名称を用いている。太平洋の一部という認識も強く、ウラジオストクにある艦隊の名称やナホトカにある、シベリア鉄道ナホトカ支線のナホトカ航路との接続駅は、太平洋を名乗っており、太平洋通りという名称の通りもある。朝鮮後において、韓国では、ンエ、東海、 北朝鮮では、ントンヘ、朝鮮東海との呼称が一般的である。このほか、昔は、ソンヘ、朝鮮海などとも呼ばれている。韓国は、日本海の国際使用は、植民地統治の残滓であるとして、東海、韓国海、朝鮮海等への置き換えもしくは平気を主張している。この問題の詳細は、日本海故障問題を参照。 平均水深は1752メートル、最も深い地点で3742メートルで、表面積は97万8000キロメートルである。中央の大和台、水深約400メートルを挟んで、主に3つの深い海盆があり北に、日本海盆、水深およそ3000メートル、南東に、やや浅い大和海盆、南西に、津島海盆、ともに、 水深およそ2500メートルと呼ばれている。また、富山湾沖から水深1000メートルにも達する、富山深海ハセが約750キロメートルにわたって伸びている山、平野や都並平野はその延長である。大陸方が東部沿岸に広がっているが、西部、特に朝鮮半島沿いは非常に狭く、幅は30キロメートル程度である。 海峡の水深が浅いため、外海との海水の交換は少なく、唯一津島海峡から津島海流が流入するのみである。暖流の流入は日本の温暖な気候に影響を与えている。北部には寒流のリマン海流が流れているが、地質調査からかつて親潮が流れていたことが明らかとなった。真相には太平洋とは全く性質をことにする。 日本海固有水と呼ばれる寒冷で溶存酸素に富んだ海水が分布する。北方と南西海域は豊富な水産資源が得られ、鉱物資源や天然ガス、わずかながら石油そしてメタンハイドレートの存在など、経済的にも重要な海域とされる。日本列島は4000万年前まで大陸の一部であったが、4000万年前頃から2000万年前に、 かけて大陸から分離し日本海の原型が形成され、その後拡大が進み、数百万年前にはほぼ現在の配置になった。津島海峡はまだ、ユーラシア大陸と陸続きで、津島海峡が形成されたのは、第4期になってからと言われている。その後表記間表記の世界的な海水準の変化によって、水深130メートル程度の浅い海峡は閉じたり、開いたりを繰り返していた。 そのため、堆積物の元層や同位体の構成比、元素濃度は劇的に変化をしている。カラフトから日本列島沿岩に沿って、海嶺やマグニチュード7クラスの地震の多発域が帯状に連なっており、これを日本海島円変動体と呼ぶ。日本海島円変動体では、ネフチェコルスク地震、北海道南西沖地震、日本海中部地震、湘内沖地震、 新潟地震、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震などが発生している。太平洋より種族数が少なく固有種も乏しいことから日本海の形成時代はあまり古くないと言われている。カニなどの沿岸生体動物は一般に豊富で、能登半島を境にしてその動物症にやや変化がられる。太平洋岸に比べ対馬暖流の影響で 南方系種族の北限がはるか北方に伸びている。例を挙げると、サザエは日本海側では青森でも漁獲されるのに対し太平洋側では関東以北には現れない。プランクトンは沿海沖の冷水域及び陸法上に多く中央部に乏しい。種類は津島暖流系の断水種とリマン寒流系の冷水種に分けられるが、両者の分布は水海分布ほど 明確に区分されず、混在海域が広い。北方系の魚類としては、日清、ケ、マス、パラなどがあり、南方系の魚類としてはやや温帯性に属するブリが多いが、代表的な断水魚であるカツオ、マグロなども、地球温暖化による海水温の上昇により西側が産卵地域となり、漁獲量が増加しているが乱獲が問題となっている。魚類として、もっと重要なものは、 温帯性のマダイ、マイワシ、サバ、カレイなどである。これらの分布を太平洋と比較すると次のような特徴がある。また古来からクジラの回遊経路として知られ、かつて沿岸には多数の捕鯨漁村が存在した。これらのほとんどは捕鯨により激減したため今では稀にしか見られないが、現在でも多数のイルカ類や少数だがヒゲクジラでは珍しく大規模な回遊を、 行わないミンククジラやガスクジラの個体群も存在する。漂着物として、主に韓国、中国など日本海を航行する貨物船や漁船、また朝鮮半島や日本本土から不法投棄されるゴミが海流に乗って津島や日本海沿岸に漂着する。その量は膨大で沿岸地方自治体の財政を圧迫するほどである。さらに、 ロシアなどが遺棄していた放射性物質は深海を汚染している恐れが大きく、カニや深海魚の汚染に不安感が持たれている。特に経済が悪化していた当時のロシアでは太平洋艦隊の古い原子力潜水艦の原子炉を日本海公海上の海港に投棄していたことが問題とされている。韓国政府は68年から4年間、 約45トンの放射性廃棄物を日本海の移領島、ウルルンドから南に12海里離れた水深約2200メートル地点に投棄した。また、投棄の天候の悪化時に起きる海難事故では、ナホトカゴ重油流出事故のように大量の重油で沿岸部を汚染する事件が多発している。中国、ロシア、 韓国船の中には船内を海水で洗浄した灰を海に投棄する船が後を絶たない。主に冬から春にかけて航行中の船から材木などが大量に流出し航行に危険をもたらす事件も起こっている。沿岸部の岩礁地帯の植物が死滅して焼いたサザエの殻のように水面下の岩についた海棟の死骸で磯全体が広範囲にわたって 白く焼けたように見えることから、この呼び名がある。日本海沿岸部全体で観察される現象で、沿岸部での魚の激減、餌の減少から、沿岸部で産卵されて育つ人間に有用な魚の、稚魚の成長が難しくなることなど、漁業全体への深刻な影響が懸念される。川の水が流入する直近の場所では少ないことから、海水の変化が原因と考えられている。 海水の変化の理由として有力な説は船底塗料等の中に含まれる環境ホルモンによる海洋汚染、流入する河川の治水による有機物の減少。最新の説には温暖化による海水の有機物の減少、非栄養化減少、栄養減化減少を上げる説等があるが原因は不明である。なお、現代の一層見慣れている人には 磯焼けが状態であるのでこの言葉に実感はないが、半世紀前の人々が普通に見たいそ水中は岩などが見えないほど海藻が生い茂っていたのである。のと金剛や東人坊などの荒々しい海の光景や、天の橋立、鳥取砂丘、千里浜海岸、丹後の鳴き砂など海と砂の作る不思議な海岸の光景が有名である。他にも多くの風光明媚な観光地や、 天然記念物が散在し、北海道から津島まで観光資源としての価値も高い。日本海に面した地域を指定した国立公園には、利尻霊文サロ別国立公園、山陰海岸国立公園、大仙沖国立公園の3公園がある。所管別手売りやきしり国定公園、ニセコシャコタンオタル海岸国定公園、津軽国定公園、小賀国定公園、 小海国定公園、佐渡谷彦米山国定公園、能登半島国定公園、越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園、丹後天野、橋立大鉱山国定公園、北長門海岸国定公園、玄海国定公園、行津島国定公園など多くの地が国定公園の指定を受けているが、近似、道路公湾によりその風景は破壊されつつある。 多数のフェリー航路が設定されている。また、上海から北米への航路は、日本海に入った後、津軽海峡を通り抜けるように、太平洋へと向かう。この航路を採用する期間は記のみ。その理由は台風を避けるため、黒潮など、激しい潮の流れを避けるための二つである。南西部にある竹島について、日韓で領土問題が起きている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。